皆さんこんにちは、斉藤正光です。登録者数1万人くらいの YouTuber がどれくらいの収益を上げられているのか気になりませんか？私は普段このチャンネルを通して DIY や木工に関するハウツー動画をお伝えしております。ありがたいことに先日登録者数が 1.5 万人を超えまして、チャンネルを始めてちょうど2年が経過しました。その規模感のチャンネル収益が一体どれくらいのものなのか見ていただこうと思います。この動画はこのような3部構成で進めていきます。それでは早速始めていきましょう。このチャンネルを始めたのは2020年の6月に第1本目の動画を公開し、収益化が始まったのが翌年の2021年の4月です。最初に振り込まれたのは4月5月まとめての振り込みになったようで、約7万8000円でした。もったいぶっていても仕方ないので、以降このような収益を月ごとにいただくことができました。合計して2022年5月分までの約2年間の動画投稿を継続して、合計するとおよそ50万円となりました。これも見ていただいている視聴者の方、サポートしていただいているスポンサーの方々のおかげです。本当にありがとうございます。というわけで収益公開としては以上になります。お付き合いいただきありがとうございました。2年間動画投稿を続けておよそ50万円、これが多いのか少ないのか、皆さんそれぞれの感想があると思いますが、登録者数 1.5 万人くらいかけて成長させた YouTube チャンネルがどれくらいの収益か、そういった場合の参考にしてみてください。そしてここからは第2部として、このチャンネルの振り返りをしていきたいと思いますが、おそらく私とこの工房に興味がない方にご視聴いただいても何も新しい発見はございません。先に謝っておきます。もしご興味ないようでしたら、私が一番最近気に入っているこの動画をご視聴いただいて、もし興味が出たらまたここにもう一度戻ってきていただきたいと思います。よろしくお願いします。しつこいようですが、ご興味ない方はこれ以上進まないことをお勧めします。さて、主な動画を振り返ってみたいと思います。まず外せないのは第1作目、ちょっと見てみましょうか。皆さんこんにちは、トコボルトです。今日はこのパソコンデスクの作り方を皆さんにお伝えしていこうと思います。この動画では DIY、木工をもっとうまくやりたい、初心者を脱出したいと思っている方に、有益な情報を伝えていこうというふうに思っています。この声の出し方が恐る恐るですね。もう自信がなさそうです。でもこれ長い間かけて1万回以上再生されているんですよ。驚きです。見ていただいた皆様、本当にありがとうございます。次に思い出すのはダイニングテーブル再塗装の動画です。これは10万回以上再生されています。このダイニングテーブルを再塗装するというのは、もう長い間、この YouTube を始めるずっと前からやってみたかったけれど、こうやはり大物なのでなかなか踏ん切りがつかなかったのを、当日は朝天気が良さそうなのでいきなりスタートしたという思い出がありますね。ただ午後から風が強くなって動画中でも見られるんですが、苦労する羽目になっていきます。これもたくさんの方に見ていただくことができました。本当にありがとうございます。そして2021年の2月、テーブル層キックバックに関する動画を出しました。これはものすごいヒットとなりまして、28万回を超えて今も再生され続けております。安全は本当に最優先事項ですから、まだ見てないという方は必ず見てくださいね。この動画ではキックバックとは一体どういうものなのかということを冒頭で分かりやすく見せることができたため、皆さんの理解度が上がったのではないかと自画自賛しています。あのサイズの木の塊が飛んだら本当に恐怖ですよね。で、動画中でも話していますが、その動画の概要欄に丸ノコに関するキックバック解説動画も置いてあります。平野屋チャンネルさんが公開している動画で、個人的にもキックバック動画の中で最もお気に入りの動画の一つですから必見です。安全に関しては普段から口うるさく皆さんにお伝えしていますけれども、今一度、私も含めてですよ、気を引き締めて木工を楽しんでいきましょう。安全に関する道具については、メガネとかマスクですね、概要欄の中に道具一覧というのがありまして、そこに載っていますから参考にしてみてください。さらに同年の4月、このチャンネルが飛躍するきっかけになった動画、今もここにあります、作業台の動画を公開しました。この動画は飛び抜けて突出して高評価の数が多かった動画です。高い満足度を獲得することができて本当に嬉しかったです。特に海外の方にも見られることが多くて、最近でもアメリカからこの動画を見て同じ作業台を作っているよというコメントがいただけて、動画を作った私も本当に嬉しくなります。
まあ、ただ正直に言ってこの動画を作っている途中は本当は泣きそうな感じでした。もう当時の自分にはもうレベルが高すぎてもう難しくてこんな長い放送なんてするんじゃなかったと、もう半分泣きながら加工していましたが、まあそれが伝わったのか皆さんに満足していただけたのかなと思っています。ありがとうございます。そしてこの月はもう一本ヒット動画を作っていました。カフェ板を使ったソファーベッド、これは本当に使いやすくて、もちろん今でも我が家の中心で活躍している家具の一つですね。この他にも木工基礎講座シリーズだとか、英語で動画を、もう全編英語で動画を出してみるなど、いろんなチャレンジをしていた2021年前半でした。そしてその勢いでぐんぐんと伸びまして、2021年の10月に登録者数1万人を超えます。この瞬間は本当にありがたかったですね。皆さん本当にありがとうございました。そしてその後にも複数の数万回を超える動画を作っていくのですが、まあ、2021年末に、まあ、自分の中での転機となる動画、ロフトベッドの動画を公開します。この動画は皆さん側からは確認することはできませんが、飛び抜けて低評価が多い動画となってしまいました。まあ、理由は様々だと思います。まあ、詳しくは語りませんが、私のマインドが変わってしまったことは間違いありません。というのはこの動画以降、視聴者の方の意見だとか、まあ、見られ方みたいなことを気にし始めます。まあ、結果として動画の本数が減ってしまいます。まあ、このままではいけない、何かやり方をこう変えていこうと模索し、メンバーシップ限定動画を多く上げることにしました。それが今年の初めのことです。その方がよりコアな情報を皆さんにお届けできると思ったからです。これにはメリットもデメリットもありました。メンバーシップ動画を増やすことによって、メンバーの方にはより深く、よりコアな情報を木工を通して知っていただく機会になったと自負していますし、メンバーシップの方には今でも大変好評をいただいております。ありがとうございます。まあ、その一方でチャンネルとしての再生回数は当然のことながら右肩下がり、まあ、広く見られる動画を作ることは避けましたから、まあ、当然のことですね。ここで良い機会ですから、もう一度このチャンネルを通して私がやりたいことというものをお伝えしておきます。私はこのチャンネルを通して木工や DIY をしている人の心身を健康に保つお手伝いをしたいと思っています。私はこの木そのものだけが好きでやっているわけではありません。作業をして何かを作る、この体験が好きなのです。体験や経験で得られる達成感は本当に素晴らしいものです。一回チャレンジしていただければすぐに分かっていただけると思います。まあ、その相手が木ということなんです。そういった目的があるときに、目標としておかなくてはならないことは何か、そう、継続です。一朝一夕にこうバーンと何か活動の結果が花開くなんていうことはありません。私が考えている目的を達成するなら、少なくとも100万人レベルの登録者数が必要です。おそらくあと、まあうまくいったとしても、まあ、10年くらいの継続が必要かと思われます。そしてこの活動を始めようと思った時のきっかけの話をしておきたいと思います。2020年の年末、流行り病が急速に広がって、まあ、これまでの常識だとか価値観、まあ、あり方がいろいろ変わっていきました。まあ、ぶち壊されたと言ってもいいでしょう。皆さんも感じていたのではないでしょうか。そういう状況の中で、本当に自分はこのままでいいんだろうかと漠然と自問自答し始めます。そして無謀にも、当時登録者数100人そこそこの状態で勤めていた会社を辞め、やってみたかったこと、 YouTube チャンネルへのフルコミットを決断します。まあ、どう見ても無謀だと思われて、もうみんなから止められました。まあ、当時在籍していたのは超が3回ついてもいいぐらいの大企業かつ安定した企業でした。年収も日本の平均給与から考えたら倍近いものでした。その安心、安定、安全を捨ててでも挑戦しようと思えたのは、私の息子、次男の影響が大変大きいです。それは2016年のことでした。彼は当時1歳、難病にかかってしまいます。そして最初に医師から告げられた言葉はこうです。3年後の生存率は統計的に見て 20%、 よくても 30%。 それを聞いた時、もうもはやもう何も感じることができないくらいに絶望していました。そこから2年間の入院生活が続きます。1歳の子に付き添う妻と残された子供たち、そして私、2
2つに家族が分かれて暮らすことになります。その間も治療も壮絶なんていう言葉では言い表せないような戦いでした。彼は小さな体で、2歳の小さな体でいわゆる骨髄移植を2回経験しています。文字通りの死闘でした。そして今彼はひときわ小さい体ではありますが元気に小学校に通っています。ありがとうございます。そして時は流れ、流行り病が騒ぎになっていて、2020年当時次男は元気に幼稚園に通っていて、もちろん流行り病には細心の注意を払いつつ、本当に元気していました。でも今思えば私が感謝を忘れかけていたのかもしれません。あんなに辛かった家族バラバラでの死闘は影を潜めて平和に暮らし、何事もなかったかのように単調に生活している。つまりありがたみを以前より感じなくなり、感謝に欠けていたところがあったと思います。でもその時に思いました。今ここにはもうすでに全ての幸せがあります。家族一緒にいるということ、これは以前直面したことに比べれば全てにおいて幸せで、もう全てについて感謝すべき状況ですね。なのに自分が嬉しそうに楽しそうに生きていない、そう感じてしまいました。そう、生きているというだけでもう全て、もう全部ここにあるじゃないか、もう必要なものはもうすでに手に入っている、そう思って新しいチャレンジをしてもいいと思いました。そして2021年3月に退職することになります。そして今改めて振り返ってみてどうでしょうか。本当に目的を達成するために、皆さんを健康にするために、まずは私が 120% 楽しめているだろうか。健康でしょうか。前向きにチャレンジできているでしょうか。それはイエスでもありノーでもあります。やはり物を作っている時というのはいつの時でも本当に楽しいです。これは絶対にイエスです。解説をしながら、さらに撮影しながら制作というのは、決して楽なことではありません。むしろ今年の初めはより苦労する方向、つまりカット数も説明数も増やしたメンバー限定動画に挑戦したつもりですが、結果が得られず前向きなチャレンジを続けることができなかったと感じています。そこがノーでもある理由です。そういった状況の中、結論から言うと継続するための資金が底を尽きてしまいました。簡単に言うと生活費が尽きてしまったということです。ですのでここにチャンネルの緊急事態を宣言します。今すでに計画してあるもの、もしくは進んでいるプロジェクト、それよりも後のものについては全ての活動を停止せざるを得ません。全ての個人資産を投入してチャレンジして取り組んできましたが限界に達してしまいました。これまで支援していただいた皆様、スポンサーの方、応援していただいている視聴者の方には力を及ばず申し訳ない気持ちでいっぱいです。そしてこれまで視聴していただいたり応援していただいた皆様、本当にありがとうございます。ですがもうここはわがままになって皆さんにお願いします。ぜひこの活動を続けていきたいので、もしよろしければで構いません、ご支援をお願いしたいと思っています。もちろんノープレッシャーです。もし私を直接ご支援いただける方はぜひ概要欄からウェブサイトをご覧ください。私が皆さんに提供してお金と交換できる仕事がたくさん書いてありますし、物資面、金銭面でのサポートももちろん受け付けております。一番気軽なのはメンバーシップにご加入していただくことです。月190円で、缶コーヒーよりもちょっと高いくらいです。その少しのサポートが皆さんからたくさん寄せられた時に大変大きな力になると思っています。そしてサポートというのはお金をかけずにできるサポートもたくさんあります。0円サポートももちろんあります。もうすでにここまで見ていただいているだけで大変大きなサポートと言えます。興味を持っていただいてますから本当にありがたいです。この動画にいいねを押してください。頑張れと一言コメントを書いてください。友達にこのチャンネルのリンクを送ってみてください。 SNS でシェアしてみてください。よろしくお願いします。また私のスモールビジネスに賛同いただける方、スポンサードぜひお待ちしております。あなたの持っている商品やサービスを魅力的にご紹介できる機会になると思います。今進んでいるプロジェクト以降は全く白紙になってしまいましたが、まだ終わったわけではありません。まだ死んでません。最後までやれることをやっていきたいと思っています。そして今進んでいるプロジェクトの一つに、皆さんと一緒にオンラインで物を作る、今ちょっとここに見えていますが、
オンラインで物を作るワークショップも計画しています。ぜひ参加していただいて、私の活動を応援していただけたら嬉しく思います。皆さんと一緒にワイワイやりたいと思いますので、よろしくお願いします。最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。皆さんにご心配をおかけしてしまって申し訳ないですが、できるだけ早めに本格的にこう再稼働するためにも、たくさんのご支援、賜りますようにお願い申し上げます。この動画が少しでも気に入ったと思っていただけたら、いいね、チャンネル登録、SNS での共有など、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。おまけまで見てくださって本当にありがとうございます。今回の動画作るにあたって思い出したのは、まあ作るために思い出したというわけではないんですが、まあいろんなことを考えていて思い出したのは、私が好きなレーシングドライバーの一人に、まあ、佐藤拓磨選手という方がいます。まあ、F1 で活躍して今はアメリカで活躍されています。彼の、まあ、アグレッシブなスタイル、昔はちょっと危険だなと思ったこともありましたが、今最近 YouTube でそのドライビングスタイルをもう一回見直してみると、非常にいい挑戦をしているんです。どこがいい挑戦かというと、彼が使う言葉にノーアタックノーチャンスという言葉があります。これ最近本当に納得で、アタックなくしてチャンスはありません。彼はレース終盤2位で走行していて、1位にアタックをかけるんですよね。そしてリタイアすることも時々あります。でもチームからピットでいるチームメイトからもノーアタックノーチャンス、レッツゴーという指示が飛ぶんですよ。これは本当に素晴らしいなと思っています。世界最高峰のレースで世界2位の状態ですよ。それで1位にアタックをかけていくんですね。ただそのアタックをしないことにはチャンスは巡ってこない。だから私もノーアタックノーチャンスを大事にしていきたいと思っています。資金はつきましたけど、まあ、アタックしていきたいと思ってます。皆さんは何にアタックしますか？そして誰かがアタックしていたらレッツゴーと言えますか？私以外の人で皆さんの身近な誰かが挑戦してるな、アタックしてるなと思う人がいたら、一緒に頑張ろうと言ってレッツゴーと言って、そして実際に手を差し伸べて支援してあげてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。